エドル先生、こんにちは。ミシカプロジェクションからございます。ということで、またまたジェルが3000個溜まりましたので、今回も引いていきたいと思います。で、今回引くのはですね、まあ、ロト装備福引き出てるんですけど、まあ、前回ね、単発でクソった。マジでゴミだった。単発二度と引かんと誓ったので、今回メタスラ装備福引き引きます。なぜかというと、まあ、これですね、次がね、なんと、星5装備1枠確定なんですね。絶対星5は出るという最低1個は条件、まあ、最低1個は保証されてるんで、欲を言って2個だから最低2個ですね。もうまた出てね、最低2個欲しいところ、1個は確定しているので、何が出るのかお楽しみです。ちなみに、まあ、メタスラの剣は欲しいのはもちろんなんですが、まあ、前回前回でね、槍は出たん でメタスラ盾持ってるんでね、まあ、剣が出ればほぼコンプということですね。ほぼというかもうコンプね、コンプとしてますですけど、まあ剣はね、正直あんま僕はいらないかなって思ってますね。まあメタスラに対抗できる槍は持ってるので、欲しいのといえば、まあ強い防具、それだけですね。特に、呪文系の人の防具が欲しいです。狙われるとね、どうしてもそっち側にサイド狙われるとね、ダメージ量がマジでね、結構ちょっと違ってくるので、ぜひとも強い防具をお願いしますって言ったところです。それじゃ引いていきたいと思います。いきます。10連福引き3000個スタンプ付き、ちょっジェム3000個消費しますか。 OK ピコサキャ、1個確定。ここで1個は出てる。おオーロラある、いけ、変われ、よっしゃー、もう1個来た、いいぞ。バスターソード、まあまあまあいいでしょう。バンデットバーンズいらない。次ホーリーローブジョー3個目。次戦士の兜いらない。鋼の夢中5個目ぐらい。さあ次金です。トレジャーコートジョー、前に出た記憶がある。かすった時に出た記憶がある。次、来い！やっす！いいぞ！応急ローブ出張！これで、狙った通り、防具出た。しかも呪文系、神。完璧ですね。ありがとうございます。じゃあ次行きます。まあ、戦士のよりはいいでしょう。はい、次。鋼のオーダーで。はい、次ですよ。いきます。やばい。待って、早めって今髪の毛ぶちっちゃった。マジ、マジ、嘘だろ、マジ、こんなことある、嘘だろ、マジ、やばい、ハゲそう、ちょっと待って、なことある、ちょっと待って、スクショさせて、んなことある、嘘だ、ちょっと待って、星5装備確定でメタスラの剣出ちゃう。だってこれさ、別にさ、ピックアップ確定とかじゃないでしょ。嘘だろ、マジかよ。おい、伝説の神回来てしまった。欲しいものが2つも出てしまったぞ。狙った宣言通りに出たな。やばすぎる、やばい。鳥肌立ってないけど、すごい。マジで。やばいな。神回来た。ちょっとやばい。興奮が冷めやらぬ。これが出るんだったら、ちょっと前回のかすりはね、まあ認められないんだけど、まあすごい。出ちゃった。
とこれはもうすぐさま剣士に持たせてこのローブをね僧侶に着させたいと思います。ちょっと神回来てしまった。おおおおやったぜバカ野郎、見たかバカ野郎、この野郎ロトの装備とかもうクソだわ、あんな電話ネタすら出ちゃってた。まあでもね今回でまあ一応確定のとこまではねメタスラやろうと思ってたので、まあ、今回はそのメタスラに関してはね、これまでにしたいと思います。一応メタスラの装備これで全部揃ったので、はい、もうメタスラの装備はいいかなっていう感じですね。はい、次回からジェルが溜まったらロトの装備を引いていきたいと思います。まあねちょっとメタスラに関してはマジでありがとうございますって感じで最高の結果で終わることができました。はい、ありがとうございました。非常に神がかったですね。もうダメだ、言葉が回んねえや、すごすぎて。はい、ということでまた次回の動画をお楽しみください。じゃあな、嫉妬すんなよ。